にちは、Gです。今回はパッケージマネージャーのお話。少し前に古いノート PC で Linux を USB ブートする動画をご紹介しました。この PC、今もマンジャロで快適に動作しています。これ X86 版のマンジャロを載せています。この PC でソフトウェアの追加と削除を開いて、設定のサードパーティータブを開くと、 AUR だけじゃなくてフラットパックとスナップも利用できるようになっています。でもラズパイにインストールするのは ARM 版のマンジャロ。 ARM 版のサードパーティータブではAUR のスイッチしかありません。ほら、こんな感じ。フラットパックやスナップがなければどうにもならないということではありませんが、ターミナルなしでインストールできるアプリが大幅に増えるはずです。ということで、ラズパイ版もPC 版と同じ環境にならないのか試してみました。そもそもパッケージマネージャーって何なんだ？アプリやプラグイン、システムツールなど各種プログラムのインストールや削除を管理するシステムのことです。ラズパイの場合は apt が採用されていますから、インストールの際sudo apt install package と書きますね。ターミナルじゃなくて GUI アプリで管理する方法もあります。ラズパイ OS では add remove ソフトウェアになりますが、これはあまり便利とは言えないというか使いにくい。マンジャロの場合、パックマンがパッケージマネージャーになります。ターミナルでの作法は画面のようになります。マンジャロの GUI アプリはパマックです。ソフトウェアの追加と削除のことで、これ超優れものアプリと思います。パッケージマネージャーはディストロによって異なります。主なパッケージマネージャーは画面の通りです。でもディストロに依存しないものがあればもっと便利。そう、いろんなディストロでも使えるようにしたのがスナップやフラットパックです。スナップはもともと Ubuntu のスポンサーであるカノニカルが開発、したがって Ubuntu には標準搭載されています。近年ちょっと政治的なトラブルがあったり、遅い、重いなど批判もあります。フラットパックは GNOME の一部として開発されました。デスクトップアプリ専用なので何でも扱えるわけではない。スナップと異なるのはコミュニティで開発されたということです。なので誰でもリポジトリを管理でき、自由度が高い。ちょこっとだけレッドハットの影響があります。マンジャロのパッケージマネージャーであるパマックのプラグインをインストールします。ターミナルで画面のようにタイプ、続いて GUI を用意します。私は KDE プラズマを使っているので、ディスカバーを使います。画面のようにタイプ。 GNOME を使っている方はディスカバーの代わりに GNOME ソフトウェアをインストールします。画面のコマンドです。ディスカバーを起動します。画面はこんな感じ。検索できるんですが、注意しないといけないことがあります。パッケージマネージャーが複数になるので、
パッケージ管理が統一されないということです。具体的にはディスカバーで検索すると VLC はインストールできることになっています。でもご覧のように VLC はインストール済みです。PAMACでインストールされていてもディスカバーから見ればインストールされてないからです。まあパッケージ管理が複雑になるのは仕方ないんですが、せめて操作系は一元化したいのでディスカバーは採用せず削除します。画面のようにタイプして削除。ディスカバーを削除してもフラットパックは残っています。次はスナップです。フラットパックと同様にパマックのプラグインをインストールします。続いて画面のようにスナップ D を起動します。ソフトウェアの追加と削除を開きます。ハンバーガーアイコンから設定を選び、サードパーティータブをクリック。 AUR だけだったのにフラットパックとスナップが追加されていますので有効化します。これで PC 版のパマックと同じになりましたね。検索アイコンをクリックすると左袖に AUR、スナップ、フラットパックが表示されています。スナップとフラットパックを正しく動作させるには一度リスタートします。ソフトウェアの追加と削除を開き検索を試します。 VLC で検索すると公式リポジトリ版、つまりパマック版がインストール済み、それとは別にフラットパック版もあることがわかります。スナップをクリックするとスナップ版はないようですね。今度はクロミウムで検索してみます。パマック版とスナップ版がありますね。フラットパックをチェックすると当然ありました。特定のパッケージマネージャーがないとインストールできないアプリがある反面、メジャーなアプリは複数のバージョンが利用できてしまいます。これ結構厄介でバージョンやサイズが違うこともよくあります。基本的には公式版パマックを使い、必要に応じてフラットパックやスナップを使い分ける知恵が求められます。ご覧いただきありがとうございました。近所にインドカレー屋さんができたので行ってみました。インドカレーあるあるですが、陽気で笑顔、サービス満点、味普通でした。ナマステ。それで思い出したんですが、一時期インド映画にハマりました。おすすめの映画はパットマンとヒッチキ。ヒッチキはチック症の先生がスラム街の生徒を指導するドラマ仕立て。パットマンは生理用ナプキンを開発して女性の雇用を生んだ実話を映画化した話です。どちらもインドの格差や社会性の違いが垣間見れます。でもインド映画なのに踊らないし歌わないし人がいっぱい出てこないのは物足りないかな。
ではまた次回。